企業魂、番組ナビゲーターの岩下優美です。飲食店などで皆さんが何気なく飲んでいるお酒やジュース、常に切らすことなく提供されるのが普通になっています。しかしその裏には常に提供するためのシステムがあり、そこには様々な努力があるのです。近年お酒の免許の規制緩和によって、競争の激しい東京では酒屋も吸収合併や淘汰が進み減ってきているのだそうです。そんな中で業界トップクラスの規模を持ち、創業以来増収を続けている企業があります。企業魂、今回はこの不況の中でも増収を続ける飲食店専門の酒屋、河内屋の最前線を追いました。東京、日本橋を拠点に首都圏全域をカバーする飲食店専門の酒屋、株式会社河内屋。創業地の八王子や日本橋本店、そして本年横浜に開設した横浜支店の3拠点のほか、国立、江東、神奈川の3センターで業界初の飲食店専門の共同物流を行う企業など、3社のグループ企業を持つ飲食店専門酒屋なのである。飲食店経営の身近なパートナーとして、酒屋の枠を超える営業力を持つという河内屋は、飲食店専門の酒屋では業界2位の実績を誇っている。もはや酒屋から酒類飲料専門商社として発展する河内屋、その独自の進化した営業スタイルとは一体何なのか。失礼します。おはようございます。どうも、いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日春夏向けのちょっとご提案ちょっと伺ってもらったんですけど、じゃあ次こちらで。失礼します、はい、失礼します。よろしくお願いします。やってきたのは、持ち前の明るさと元気でお客様からの信頼も大きく人気者というトップクラス営業マン、河内屋東京南支店の富田さん。前回ご提案させてもらったテラノブレのあれ反応どうでした？あ、テラノブレいいですよ。よかったですか？やっぱ、あれね、ワインアドバイザーだけあって、香りがいいし、で、まあ、フルーティーだし、で、飲みやすさもしっかりあって、今回うちのお客様の中で結構やっぱり女性ファンが多くなったんで、じゃあ結構反響ももちろんですよ。だからね、もうガン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 今ハッチをかけてるところです。ありがとうございます。ご発注いただいてましたね。確かに、ありがとうございます。そしてここからが河内屋の企画提案の違いなのである。春夏向けの、今後のシーズンですね、はい、にお料理と合わせてちょっとご提案させていただきます。ありがとうございます。ちょっと先日うちの会社で、はい、ワインアドバイザーまた、うん、一緒に木月さんのメニューとか取り合わせて、はい、結構水炊きとかにはすごい相性いいかなと。だからそこよ、そういうとこなのよ。そういうとこをね、よく考えてくれてるからね。ちょっと見つけてきたのは、もう樽詰めにされてるスパークリングワインがあって、そしたらもう品質も通じて保てますし、はい、あとはですね、面白いですね。オペレーションもすごい簡単なんですよ。何がいいという、先ほどもお伝えしたように樽詰めだからいつも新鮮、ロスがないと、提供もすごい楽なんで、もう通常の生樽のサーバーで使えます。いい商材ですね。なんかだと佐藤店長がおっしゃってた問題点とかも解決できるかなと思って、うん、そうね。やっぱりほら、飲み物を女性だけ3人集まって女子会やってても、片っぽスパークリング、片っぽオレンジジュース、私ビールとかいろいろあるじゃないですか。多いですよね。そうするとやっぱり3人で1つ分けたいとこだけども、1人しか飲まないっていうと、じゃあいらないっていうケースが多いんで、やっぱりそういったところをね、僕が言ってることをこうヒアリングしっかりしてくれてるっていうのは嬉しいですよね。ありがとうございます。そうなのだ。河内屋独自の進化した営業スタイルとは、単にお酒を売るだけではなく、季節に合わせたお酒の特集企画から経営課題まで提案するのである。我々いろいろこうニュース見させていただくと、最近だと若者の酒離れだったりとか、これから社会が進んでるっていうニュースをよく聞くと思うんですけども、そういった
ニュースからもですね、外食産業非常に大きな課題を抱えていると思うんですね。まあ、そういった問題を一個でも解決できるように、まあ、また来ていただいたお客様に一つでも喜んでもらえるような提案をしていく必要は、それは今後あると思いますので、そういった部分で提案は絶対必要だと思っています。まあ、ちゃんと我々の価値を高めるためにも、お客様と一対一で話して、まあ、なおかつニーズに合ったご提案ができれば、しっかりお客様もついてくると思ってますので、まあ、お互いウィンウィンの世界で、やっていければなというふうに思ってますので、我々の価値は本当に提案にあると思っております。まあ、僕は正直言って河内屋さんを見てるというよりも彼を見てますので、木を見て森を見るじゃないですけど、彼の営業力っていうのは、すなわち河内屋さんの営業力であり、で彼をまあ蓄えてるというか、彼の裏にしっかりバックボーンがある。その速さっていうのは、彼が速いんでもあるんだろうけども、河内屋さんの判断が速い。だその判断というものに関しては、やっぱり飲食店、我々どういったものを欲しいとか、お客さんに言われるわけですけど、それを形にしてくれると非常にありがたいです。だ 20年やってて、いろんな会社見てるけど、多分ナンバーワンだと思います。日本の飲食文化の役に立ちたいと、さまざまな飲食に関する提案や企画をお店の方と一緒に作り、お店を盛り上げる。そこにお酒を売るだけではない河内屋としての誇りと思いがあるのである。その思いを実現するために、営業一人一人のさまざまな努力があった。今インターネットで簡単にお酒が手に入ってしまう世の中ですから、やっぱり一軒一軒コミュニケーションを取ることによって、お客様にマッチングした商品を提案して購入することによって、より良いお店作りにもなると思いますし、お客さんのかゆいところに手が届くじゃないですけども、やっぱり普段飲食店の店長さんとかも含めてスタッフの皆さんは自分たちのお店しか見てない。周りのお店なんかは、まあ、自分で調べようと思えば調べられると思うんですけども、やっぱり自分のお店中心に、物事を見てますので、まあ、そういった部分で周りの繁盛店の情報なんかをスムーズにコミュニケーションを取って伝えることによって、まあ、そういったのもいいねとか、まあ、お店のいいところを生かして周りの良さも合わせて、より良いお店作りをこちらからこう提案することによって、両方に満足度を上げられることができるんじゃないかなと常に考えています。そこに創業以来増収を続けている河内屋の原動力があるのだ。さらにこんなことまでしているのである。酒造元研修、私は北海道の方行かさせてもらって、北海道の郷土酒造さんが、やっております、大雪の蔵、こちらは本当に、まあ、北海道ならではの大雪の中にポツンとあるような蔵なんですけども、一個一個丁寧に、水も仕込み水もですね、きれいな水を使っていただいて、丁寧に一歩一歩作っているところがありますので、例えば何々さんが作った日本酒、こんな思いで作ってますっていう舞台文句があると、また販売するよりも関わってくると思いますので、そういった作り手さんの思いを発信するというのは本当に重要だと思いますね。はい、お酒を知り、人を知り、それらに愛情を注ぐからこそ、お客様からも愛される酒屋になるのである。しかし成長し続けられるのはその思いだけではない。東京秋葉原電気街の一角にあるのが、本場の雰囲気を気軽に楽しめると人気の英国風パブ、ハブである。まずは品質ですね。決められた、ものを決められた時間帯に、決められた品質で、納品をしていただくこと、もう一つこれも重要ですけれども、コストのところですね。やはり仕入れ価格といったところは非常に重要なポイントになってきます。3つ目としましては、システムの連動ですね。電子データの方がしっかり連動が取れるといったところ、
全国展開に対応できるといったところも非常に大きなポイントでした。そうなのだ、河内屋では最新のシステムを導入し、受注に迅速に対応できるようになっているのである。そのシステムとは。河内屋では飲食店専門の酒屋として、お客様のご要望に応えられるよう、常時1万3000アイテムの豊富な種類飲料を取り扱っているのである。そしてそれを一括管理するための最新のシステムがあるのだ。受注専門部門の熟練スタッフが飲食店からの注文を電話とファックスで24時間フルタイムで対応。さらにスマートフォンやネット注文など最新の通信ネットワークからも受注可能なシステムを取っているのである。河内屋さん の携帯でのウェブ発注システムは、どれを何をどれだけ発注したかっていうのも過去の履歴があるんで、それで一括で見れますし、24時間受付対応してて、それでお店で注文を忘れた時でも家に帰ってできるんで、すごい便利ですね。河内屋さんしかやってませんし。この受注部門は365日24時間フルタイム受注を確立し、6000件を超える飲食店の注文にも確実に対応しているのである。目まぐるしく環境が変化する時代に、無駄なく効率的に対応する河内屋の流通システムは、お客様をしっかりサポートしている。電話ですね、1日多いときは1000本電話が鳴ることがあります。平均すると700本とかですね、なっております。お客様がやはり電話がいい、ファックスがいい、パソコンがいいというふうに、さまざまなニーズがありますので、こちらでは幅を広くしまして、お客様がストレスなくご注文できる体制を作っております。そんな河内屋の豊富な品揃えと365日配送を支えるのは、酒類業界最新の機能を備えた国立商品センター、高等商品センター、神奈川商品センターの3つの商品センターである。この商品センターは配送業務に特化したグループ企業であるフィット株式会社が運営している。配送業務を独立特化することで、他社の集配業務も請け負い、独立採算を可能にし、さらに配送の効率化をも可能にしたのである。3つの商品センターでは、業界最先端のピッキングシステムを導入している。そのシステムとは。東京国立商品センター、ここにその最新システムがある。大量に入荷する商品はコンピューターで在庫を一括管理することで、不足商品を随時仕入れているのだ。これにより品切れを大幅に削減、迅速な対応を可能にしている。しかしこれだけではない。迅速かつ正確な商品ピッキングを可能にしている様々なシステムがあるのである。まずは庫内ピッキングである。焼酎から日本酒、ビール、飲料類、そして温度や湿度が管理された専用ワイン庫で保管されるさまざまなワインまで、常時1万3000点にも及ぶ商品から、迅速かつ正確に配達する商品をピッキングしなくてはならない。この商品であれば、2エリアの10列目の5個目の棚の1段目の3番地なので、左から1、2、3と3番目のこの商品が該当されます。で、こちらを、まずロケーションが合っているかの確認をすると、スキャニングですね、こちらの赤外線でスキャンをして、合っていれば次の商品スキャンの方に、行けます。ただもし間違えてしまうとですね、ロケーションが違いますと弾かれますので、
端末が判断してくれる分スムーズに作業を進められています。さらに誤認などの人的ミス削減のためのさまざまな工夫もされているのだ。誤認しやすい商品を並べて配置しないなど、庫内配置の工夫やピッキング手順の徹底により人的ミスを削減しているのである。このシステムにより迅速かつ正確な商品ピッキングを可能にしている。トラック別にピッキングされた商品は次の場所に運ばれていくのだ。お店ごとに分けていく種まきという作業に入ります。先ほどピッキング時にですね貼ったラベルにこちらですと56代目の3軒目のっていうのが右上に書かれていますので、こちらのシールが、1,2,3,4,5 と並んでいるんですが、その3軒目のオリコンに入れていきます。商品に貼られたラベルにより商品と数量を確認し、配達店舗用の専用ボックスに振り分けているのだ。ピッキングの時点でまず二重にチェックピッカーがチェックしていますし、ここで種まきの人間が数量数での検品を行っています。その後にドライバーも一緒に検品をしながら積み込んでいただいている状況です。日々変化する商品への対応、そして多岐にわたる商品を迅速かつ正確に配達するために、さまざまな努力、そして誤配達の防止策が打たれているのである。通常配達用の2トン車、3トン車、そして温度管理が重要なワイン専用に設計された車両など170台を所有し、さまざまなお客様のニーズに迅速に対応しているのである。さらに特殊車両なども保有しているのだ。東京高尾山坂道を軽々と登っている車両は道幅の狭い急勾配配達用に設計された車両なのである。山を登った先にあるのは眺望が人気の高尾山ビアマウン。このミシュラン三つ星認定を受けた高尾山の登山道を通って届けていただくんですが、その登山道というのは急でありかつ人がたくさん歩いておられる、曲がりくねってる、本当に悪い条件が3つも4つもあるんですが、トラックをですね短くボディを短く切ったりして、その曲がりくねった道でも無事に届くような投資と工夫としてくださっております。どんなところでもお客様のニーズに合わせて配達する、それがフィットなのだ。そしてその配達にも最新のシステムが導入されているのである。至って通常の配達に見えるこの作業だが、実はこの配達用の端末に秘密が隠されていたのだ。お客様の納品場所を確実に届けるために確認作業を行っております。こうやってお店が重なってあったり看板とか出てないことが多々ありますので、こういった地図を頼りにお客様のもとに確実に届ける作業を行っております。そうなのだ。この端末には商品の確認だけでなく、配達先での納品場所など細かい情報まで入っている。さらに受け渡し時には電子サインで決済もできるシステムを搭載しているのである。やっぱり本当に、在庫がないっていう時に、担当者の方に電話したら何とか手配してくれて持ってきてくれたとか、そういうことがあったので、本当に気持ちよく、取引させていただいてます。お客様からの注文をコンピューターで一括管理することで誤配、品切れが大幅に減少、
迅速で正確な対応を可能にしているこのシステムがあるからこそ、信頼を勝ち取ることができるのである。現在、在庫管理の徹底などにより河内屋は業界随一の鮮度を誇っている。温度や湿度の管理が重要なワインは専用のワイン庫で保管するなど、商品の保管方法にまでこだわっていることもお客様から選ばれ続ける一つの魅力なのだ。実は激しい環境の変化に適応するため、90年代から物流網の整備を始めていた。その先見の明が現在の河内屋の土台となっているのである。さらにオリジナル商品にも力を入れているのである。ディスカウントストアにない商品が欲しいというお客様のご要望にお応えするために、飲食店でしか飲むことができないワイン、エンポリオや河内屋のオリジナル焼酎、楽園の森、またオリジナルウォッカなどを作りました。今ではそういう商品を目当てに来るお客様も増えまして、人気商品となっております。私どもの企業理念ってね、私が創業以来ね、ってのはお客様に感謝し大事にするってことと、仲間を思いやり協力し合うって、この2つが会社のね理念っていうか、まあ基礎ですね。でお客様に感謝し大事にするってことはね、こう揉み手をしてありがとうございましたっていうことじゃなくって、我々のお得意先は全部飲食店ですから、そのお客様が繁盛するように我々がいろんなお手伝いをすることが、お客様に感謝し大事にするっていうことでずっとやってます。それからもう一つのね、仲間を思いやりっていうのはね、組織的にいろんな、チームだとかそういうものでみんなでその視点だとかそういうもので話し合って助け合ってやれよというのが大きなね、あの会社の考え方でやってます、はい、業界全体は、ね、少子化と若者の酒離れということでお酒の需要は減るわけですよ。特にその飲食店に行く人も減ってくるわけですよ、口の数だから。だけど首都圏はね、人減ってないんですよ、口の数が増えてるわけですよ。だから今後の展望としては、やっぱり首都圏で、ね、どれだけの商いができて、どれぐらいの我々がシェアが取れてというところですよね。飲食文化の役に立ちたいと、新店舗の相談から飲食店を盛り上げる企画、そしてそれを支える流通システムまで、常に進化を続け人を育てる酒類飲料専門商社、それが河内屋なのです。番組サイト企業魂 .com では、今まで放送した番組をすべてご覧いただけます。サイトでも番組をお楽しみください。次回の企業魂もぜひご期待ください。